皆さんこんばんは、プレイヤートーク始まりました。はい、ありがとうございます。在宅勤務だったり外出が控えめになっている方も多いかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は僕たちもね、テレビ番組のズームでこちらをつなぎながら、配信しております。はい、こちらのプレイヤートークはスポーツエンターテインメントアプリプレイヤーがお届けする、スポーツ好きがスポーツを自由に語ろうというオンライン番組となっております。はい、なかなかスポーツができなかったりスポーツが楽しみにくい、こんな今だからこそ、スポーツを話して楽しもうという配信でございます。はい、そんな今日の、テーマは、元 J リーガーが語る、社会人サッカー、ボリューム3でございます。大好評につき第3回でございます。はい、今日のゲストはものすごい豪華ですね。実は、長崎県に皆さんゆかりのある、3名となっております。それでは、早速自己紹介の方行っていきましょうか。はい、じゃあまず渡辺選手からお願いいたします。はい、長崎県出身で、現在は神奈川県リーグ一部に所属している品川 CC でプレーしている渡辺大吾です。高校は、国見高校で、高校卒業後京都サンガ FC に入団して、その後、2011年に大宮ルディージャに移籍しました。5年間在籍した後、K リーグのプサンアイパークに移籍をして、その後蒲田周りサヌキに、移籍をし、去年の2019年2月に一度引退をしたんですけれども、7月より今のチームに所属させてもらってます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、すみません、続きまして石上選手、よろしくお願いします。はい、茨城県出身の、石上直也です。過去のチームとかからでいいんですかね。はい、どうぞ。地元の鹿島高校出身で、インターハイでは今日一緒にいるマキと大吾と試合をしてチンチンにやられました。その後神奈川大学に進んで、プロになりました。チームがずっと移籍ばっかりだったんで多いので、ちょっと両手使います。鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、湘南ベルマー、大分、東京ヘビー、茨城、長崎、マンツカ九州、JFL、FC、マリアス、岡崎、そして今 FC、ティアモ、枚方でプレーしています。9チームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でも、すごい時に結構、ね、名古屋、ずっとこうなってたよ。ずっとこうなってたよ。10本のままだったね。数えたじゃん。数えた瞬間、なんかリアクションあるかなと思ったら、3人ともってなってて。ずっとこうなってた。言えてた、伝わってた、ちゃんと。実際ありました。言葉は伝わった。言葉は伝わった。大丈夫。まあでも今、そうですね。大阪と東京でつないでやっておりますので、もしかしたら時差があるのかもしれないですね。時差。若干の。はい。すみません、続きまして、マキジェネラルマネージャー、よろしくお願いします。はい、電報マンは、僕は熊本県出身です。誰が電報悪いんだろう。止まってるこれ。全然動いてます。大丈夫。止まってた。熊本県出身です。高校は、渡辺大吾選手と一緒で国見高校、熊本県だけど海渡って国見にはるばる寮に入りに行きました。大学は駒沢大学、それから名古屋グランパスに入って、皆さんみたいにちょっと経歴がチーム数があんま多くないんですけど、グランパスで1年だけ湘南ベルマーレに行かせてもらって、またグランパスに戻って、で結構早い引退でそのままグランパスでスカウト業をさせてもらって、フロント業務に携わらせてもらって、でそれから、去年は京都サンガでフロント業務を、で今年からティアモの、ゼネラルマネージャーに就任させてもらいました。湘南の時に石上選手と一緒にプレーをしてます。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
マック君、なんでフルネーム硬いね、マック君。え？硬いよ。自己紹介ちゃんとやっとかないと。なるほど。え、あのウィキペディア見てくださいとかでよかったの？全部書いてあります。略しすぎですね。はい、ありがとうございます。はい、ではすみません、早速、本題に入りたいと思ったんですが、実は、まあ、冒頭にもあの僕が少しお話しさせていただいたんですけども、実は、お三方、長崎県にゆかりがあるとのことですが、石上選手が、ビファーレン長崎に所属、で、大吾さんと真木さんが、国見高校でかつ同級生という、はい、お三方とも長崎県にゆかりがあるとのことなので、最初長崎のワードを触れればなと思うんですけども、それぞれ長崎のいいところとか、あとはそれぞれ思いですねがもしあれば教えていただきたいなと思いまして、はい、そしたら、まず渡辺選手からお願いいたします。はい、いや、やっぱりたぬき山マジきつかったですね。はいはい、今から俺がたぬき山って言おうとしてたらどうすんの。すいません、はい、違うのに人から大体その話聞くんで、名古屋だけ電波悪いな、ちょっとそうだね、悪くない、悪い、石上さんだけ止まってますね。すいません、名古屋やばいよそれ、電波悪いな、満面の意味で止まってますね石上さん。確かに、あの今石上くんからもあったんですけど、はい、自分はあの地元が長崎の国見町で、小さな頃から、まあ、ずっとサッカーをやってきた町です。で、まあ、ハウステンボスだったり、まあ、その他、まあ、観光名所とかたくさんあるんですけれども、まあ、ちっちゃい時はずっとサッカーやってたので、なかなかそういうところに、まあ、行った記憶がほぼなくて、で高校を卒業して長崎を離れてみて、まあ、食べ物が美味しかったりとか、物価が安いなとかっていうことに気づきましたし、まあ、自然も豊かで、あの優しい人たちばかりですごくいい町です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、続きましてちょっと石上さん電波あります。石上どっか行ったんで僕から行きましょうか。はい、先に牧さんお願いいたします。、はい、石上どっか行っちゃったんで。はい、牧さんお願いします。帰ってきた、帰ってきた。あ、ちょっと一人で回します。大丈夫ですか、回しちゃって。石上さんすごいなんかモザイクかかってます、ね。はい、ちょっと3人とも電波が悪いみたいで。画質が悪いよ、そもそも。あ、戻ります。 OKOK。 はい、じゃあ牧さん行きましょうか。あ、いいですか。はい、全然聞こえなかったけど。邪魔。僕はもう高校だけ、国見高校の3年間だけ長崎なんですけど、まあ、言ったらもう高校在学中はもうほとんどどこにも行けてなくて、試合にどこどこ行くっていうだけで、もう僕の長崎の思い出って言えばもう百花台公園。お、国見高校のあの坂ぐわー登ってったら山の上にあるんですけど、あのそこでの走りがめちゃくちゃきつくて、きつかったね。そこの頭だけしかないですね。言ったらもう高校のグラウンドに行ったら、コーンとかマーカーが並んでなかったら、あ、もう今日走りなんやなっていう、バスに乗れって言われたらもう今日走り確定みたいな。憂鬱だったよね。もうバスの中の10分ぐらいはもうみんな下向いてる。思い出って言われたら、まあ、まずそこですね。なるほど、ありがとうございます。もう強豪校あるあるですね。あ、今日サーキットのメニューだみたいな。はい、もうサーキットどころじゃないんで。なるほど。俺が電波、石上が心配すぎてちょっと。石上さん大丈夫ですか？お疲れ様です。ケータ。俺が電波悪いですか？そう。ちょっとなんか場所変えます。なんでだろう。ちょっとさっきまで良かったのにね。そうなんだよね。ちょっとビデオ停止してちょっと移動します。すいません、時間ください。じゃあ石上の分 の思い出話しますね。うん。俺2年間しかいなかったし。でも大丈夫、はい、きつかったよね、やっぱね。きつかったね。あのちなみに余談ですけど、
大吾の家は国見高校のグラウンドの真横です。そうなんです。めちゃめちゃ近いですね。はい、目の前ですね。本当目と鼻の先。一回寝坊したよね。朝練ね。朝練寝坊したよね。寝坊したね。朝練寝坊した時にグラウンドの端っこにみんなで、言ったら80人とか100人くらい並んでみんなでせーの大吾起きろって言ったら本当 5秒くらいで出てきた。慌てて。いやそれはすぐ起きるよ。あれやばいよね。やばかった。でも、ちなみに俺の記憶ちょっと正しいか分かんないけど、あの時、お前の弟いたけどね。カズマ？うん。じゃあ起こせよって話だよね。起こせよって話だよね。ねえ。悪いね。え、カズマ。どう？大丈夫？あ、もういいよ。さっきより全然。いけます。はい。いけるいける。了解です。石上さん戻ってきたので。はい、一言でなあの長崎の良かったところをパッとお願いします。良かったで、はい、もうだいぶ時間使ってるから。本当に人も優しくて、食べ物も美味しくて、最高でした。今でもこういろいろ連絡取る人もいますし、応援してくれてる方もいるので、本当に長崎に2年間住めて良かったです。ありがとうございます。はい、素晴らしい回答。ありがとうございます。はい、はい、ちなみに百花台っていうあのうどん屋さんよく行ってました。うどん屋さん、たぬき茶屋。あ、たぬき、え、あ、違う。たぬき茶屋じゃなくて、それはなんか元ビバーレの人やってるとこで、百貨台じゃなかったっけ。百貨台は聞いたことない。あのコンビニみたいなとこの近く。百貨亭？違うか。百貨亭だ、百貨亭。さすが地元。地元だね、そうだね。はい、いや、行ったことない。そうね。外食できないじゃないかもしれないですね。そんな感じですね。はい。はい。ありがとうございます。では、すみません。早速、今回のトークの、本題の方に入っていければと思っております。はい。はい、皆さん、現在、社会人チームで、ま、プレーというか、在籍をされていると思うんですけども、今こう、どういった経緯で、まあ、今現在のチームで、プレーされているのかをそれぞれお伺いしていきたいなと思うんですけども、そもそもどういう縁で、現在のチームに入ろうと思ったのかというところを、そうしましたら、じゃあ、牧さんの方からよろしくお願いいたします。はい、去年、京都サンガさんで、フロント業務をちょっと携わせていただいて、まあ、その中でティアも枚方があるっていうことは、ね、僕の中では知ってたんですけど、僕もずっとサッカーを引退して、フロントスカウト、言ったらスカウト業をずっとやってきたんで、言ったらもっとこうチーム全体をこう見れる仕事がしたいなっていうのはずっと心にあって、その中で GM をやってみないかっていう話があって、すごく魅力的だったし、ティアモのそのチームを見た時にもすごく可能性のあるチームだなっていうふうに感じたので、これはもうイエス以外ないのかなっていうことで、ぜひやらせてくださいっていうことでチームに携わらせていただけることになりました。はい、ありがとうございます。その前回もスカウトはすでにもうやられていたって形ですよね。そうですね、引退してずっとスカウトやってて、やっぱりやってる中でもすごい名古屋の時のね GM の方とか、まあ、そういうところですごくこうやってチーム作るんだなとか、選手の時から勉強になってたので、こういう、ね、人間になってこうチーム、まあ、ゆくゆくはこう J リーグのチームに関わっていくのがすごい魅力的だなっていうのを感じてたので、言ったらもうステップアップというか、カテゴリーは下がっちゃうけど、自分の中ではやっぱりいい経験をさせてもらえることに越したことはないなっていうので、すごく魅力を感じてきたチームです。はい、ありがとうございます。そうしましたら、同じチームつながりで、じゃあ続いて、石上さんお願いいたします。僕は、チームの関係者に、知っている方がいて、まあ、僕も気にして、まあ、所属する前からティアモのことは知っていて、試合をちょっとこう YouTube で見たりとかもしていて、なおかつこう北九州、過去に在籍してたギラバンツ北九州の選手が、在籍しているのもあったので、こうそのタイミングでその知っている関係者の人からお話をいただいて、
まあ、僕も魅力感じましたし、まあ、過去にちょうど10年ぐらい前にセレッソにいた時、10年前ですねに、大阪にもいて、まあ、大阪という町もすごい好きな町なので、こうチームも町も魅力を感じて移籍することになりました。はい、ありがとうございます。はい、そしたらもう以前から大阪には割と、まあ、ゆかりのあるというか。そうですね、大阪にも2年住んでました。なるほど、大体2年か1年しか住んでないです。はい、ありがとうございます。はい、渡辺選手いかがでしょうか。はい、僕は2019年の2月に、まあ、プロサッカー選手を引退して、まあ、その後セカンドキャリアを模索してたところ、6月ぐらいに、まあ、弟の紹介で、品川 CC の GM の方と、お会いするきっかけが、まあ、一つそのタイミングで、タイミングでした。で、チームが掲げる、まあ、平日はビジネスマン、土日はサッカー選手っていうあの理念のもと、仕事もサッカーも一生懸命やるっていうところに、まあ、惹かれて、まあ、もう一度、サッカー選手を一つの自分のツールとしてもう一度チャレンジしてみようと思ったのが、社会人リーグでプレーしようと思ったきっかけでした。はい、はい、ありがとうございます。あ、ちなみに、コメント欄で、先ほどの牧さん GM 具体的にどんな仕事するんですかとかコメントも来てるんですけど、また後ほど軽くそこのあたり触れれればと思いますので、あの皆さんぜひぜひどしどしコメントを、お待ちしております。はい、すごい GM 仕事してるんで、これは結構聞いた方がいいと思います。聞きたい。また後ほどそこのお時間取れればと思いますんで。はい、はい、じゃあ、続いての質問ですね。ちなみに今現在コロナの影響で、練習などって、どうされてるんでしょうか。ティアモさん、が、お二人出ているので、そしたら、マキ GM からお願いしましょう。はい、やっぱりあのまず、コロナで、ね、活動を自粛しなきゃいけないって時に、まず選手全員に一人一人電話をして、社会人チームだし、仕事もしなきゃいけないけど、やっぱりそれ以外のところではこうサッカー選手として注意点を伝えて、でいざ再開できるってなった時は、監督小川良純が今監督、僕同級生、あ、まあ、みんなの同級生かやってるんですけど、と結構ミーティングをして、どういう形で始めようかっていうので、最初はグループトレーニングから始めました。で今徐々にこう人数を増やしてってっていうので、今は、全体でやっとで練習ができるようになったんですけど、まあ水を飲むボトルとかは一人一人名前を書いて、絶対自分のを飲みましょうとか、手洗いを徹底しましょうっていうのは続けてるし、検温をして、あのスポンサーの方でもね、練習ちょっと見に行っていいかっていうのもあるんですけど、ね、まあ、断ったり検温を徹底してもらったりだとか、まあ、そういうのを、まあ、選手がねかからないのが一番だし、選手の家族に移さないのが一番なので、そこは徹底して考慮して今練習はかろうじてできてます。はい、ありがとうございます。かなりのもうメディアとかも全員まあ、移さないようにっていう形を取られてるって話だったと思うんですが、かなり徹底はされてますね。そうですね、はい、ありがとうございます。渡辺選手いかがでしょうか。はい、自分たちも、5月までは、自粛をしてて、まあ、Zoom を使ってオンラインでのトレーニングを行ってたんですけれども、まあ、6月に入って、みんなで、集まって練習ができるようになりました。今マキーも言ってたんですけれども、まあ、練習場に行って必ず検温と、あとマスク着用でなるべく密集しないっていうところと、まあ必要以上の会話しないっていうところを徹底しつつ、トレーニングも、まあ、3グループに分かれてボール使ってやる組と、まあ、ランニングと、体幹トレーニングやる組とかっていうふうに、まあ、分かれてやったりとか、まあ、ボトルも自分たちもマイボトルを、もらって自分のボトル以外の水は飲まないようにしたりとか、あとはマーカーとか、道具も触らないで、スタッフの方が
まあ、全てメニューとメニューの間の、トレーニングのこうオーガナイズ作ったりとかもう全てやってもらってるので、まあ、今自分たちは本当に、まあ、サッカーだけに集中してやるっていう部分と、まあ、もちろんその感染しないっていうところを徹底してやっている状況です。はい、ありがとうございます。品川 CC さんもかなり徹底されてますね。そうですね、まあ、東京だから俺らより大変だよ、うん、確かに。より徹底してやってるかなっていう感じはあるし、やっぱりその第2波とか第2波の感染っていうのがちょっと今一番怖いのかなって思うんで。やっぱ電車とかで練習場来る選手とかもいるんでしょ。いるね、うん、だそういうところもちょっとね怖かったりするんで、うん、なんで、まず練習場着いたら、手洗いもするし、終わった後も手洗いうがいやったりとかして、まあ、できることをしっかりとやってっていうところは徹底してるかなと思います、チームで。はい、ありがとうございます。ちなみにお三方にご質問なんですけども、ボトル飲み間違えそうになることとかってないですか？今までの癖だと置いてあるボトルに手伸ばしがちかなと思ったんですけども、そんなことないですか？いやー、僕は直哉はたまに俺の方歩いてくるよね今までだったら練習終わってゴールの横とかにボトルが置いてあるから、ゲームが終わった後にゴールの方に歩いてきちゃうんですよ、直哉も直哉こっちボトルないでーっていやーね、いや、 やっぱなんかもう染みついてるじゃないですか、大体。そうですね。確かに。ゲームというか、シュートゲームとかの合間、どこで水飲むかっていうか、大体ゴールの横の。そうだね。それが、ああ、こっちじゃないんだっていうのはよくありますね。それが一番多いのが直哉だね、やっぱ。毎回こっち歩いてくるもん。確かにな。はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、続いての質問に移れればと思います、はい。現役時代と社会人リーグのギャップについて教えてくださいという質問が来ておりまして、まあ、練習環境とか試合レベルの違いとか、さまざまな、ギャップがあると思うんですけども、驚いたこと等々があれば、教えていただきたいなと思います、そうしましたら、順番逆にしましょうか。石上選手からお願いいたします。僕は社会人リーグは前所属の FC マリアス岡崎からこう、まあ、社会人 J リーグじゃないリーグというところに所属して、一番こうギャップというか違うなと思ったら環境面で、その当時2年前までマリアスの練習場土だったので、もうなんか、まあ、僕自身も大学までずっと土でやってきて、でプロになってやっと毎日芝でサッカーできると思ったんですけどここに来て土かと思って一番こう移籍するときにネックというかカテゴリーとかそういうとこより土なんだっていうのは一番びっくりしましたけど、今すごい立派な人工芝を作ってもらったので人工芝で練習去年はさせてもらえたんですけど、そこは一番思いました、ね、はい、ありがとうございます。マキさんいかがですか？GM という立場ですけども、この練習環境とかはその例えば、ね、J3 にこう上がってきたチームのスカウトだったりとかそういう人たちと、ね、会話とかをしてたので、ある程度はこう予想ついてたけど、まあ、来てみて思ったのはそんなに驚きはなかったですね、まあ、もちろんその練習場の確保とかそういうのは、まあ、自前のグラウンドがないので毎回毎回コーチとやり取りをして、言った特にコロナの時期で、ね、練習場が使えないとか、言ったら解除になったけど、県外のチームは使えないとかっていうね、施設もいっぱいあるので、そういう意味では大変だなと思うところはありますけど、ね、まあそんなにびっくりするほど劣悪ではないし、まあ、選手が気持ちよくサッカーできてるなっていう、まあ周りの人のおかげなんですけど、っていうのを感じます。はい、ありがとうございます。最後渡辺選手いかがでしょうか？はい、まあ、練習環境だったりその試合のレベルを比べるとやっぱりプロとアマチュアで、まあ、違いがあるのは当然だと思うんですけれども、練習場の確保とか、
そういうのにすごくクラブだったりチームスタッフの方が視力を尽くしてくれて、まあ、準備も含めてすごくいい準備をしてくれているので、まあ、自分たちはまずそのサッカーができる環境があるっていうところにしっかりと感謝して、やらないといけないと思ってますし、まあ、今マッキーが話したように、逆にそのチームを、運営する立場でそうやってやっぱり陰でそういう努力があってこその選手はプレーできる場を与えられていると思うので、まあ、そのために感謝の気持ちを持ちながらしっかりと、まあ、特に今は、さっきの話にかぶりますけれども、まあ、ボトルをすべて個人持ちにしてくれたりとか準備も全然選手は関わらずにスタッフの方がやってくれたりとかあるんで、そこはもう本当に、感謝していますし、あとはリーグについては、まあ、正直こう草サッカーの延長みたいな感じなのかなと思ってたんですけれども、まあ、組織だったりそのオーガナイズがすごくきちんとされてて、しっかりとした、組織の中で運営されてるんだなっていうのが、実際入ってみて、いい意味で驚いたところです。はい、はい、なんか球場の確保とかすごい大変そうなイメージですね、都会のチームは。うん、うん、確かに、ね、グラウンドもやっぱり少ないのと、うん、逆にチームが多かったりするんで。時間帯はいつ練習してるんですか？平日の火水木で、夜8時半から10時まで、で水曜日は、ジム提携してるジムで、トレーニングさせてもらってて、で土日は、うん、横浜の方だったりとか、あとは品川の方とか、まあ、東京神奈川のグラウンドでだいたい2時間ぐらいかな、確保して時間でね、そう来れないだろうし、そうすごいな。逆に土日しか集まれない時もあるから、平日はなかなか仕事で来れないとかあるんで。はいはいはい、ありがとうございます。はいはい、ではすみません、続いてのご質問に、移れればと思います。はい、チームから求められていることってズバリありますか？元 J リーガーという経験を生かしてこういうことをチームに還元してほしいみたいなのを多分、まあ、フロントというかクラブから求められているんではないかなと思うんですけども、あたりを教えていただければなと思っております。そうしましたら、じゃあ GM からいきましょうか。マキさんお願いします。やっぱりヘディングで点を取ることですかね。それ選手時代の話。ヘディングする GM いないから。俺見てみたいけど、ね、まだできるよ。もう今までこう振ってたやつもスポンサーにこうやってる。それだな。なるほどな。こうで言ってもらいたい。ヘディングっていう生きてるね、プレイヤー時代の。お願いします。すいません、ちょっと脱線しちゃって。いやいや、ものすごい面白かったです今。はい、まあでもちょっと今までこうティアモにこうフロント強化部っていうのが、まあ、あったわけではないので、そういう意味ではまあ言ったらティアモからしてもチャレンジだと思うんですよ、 GM を置くっていうのは。まあ、そういう意味でその補強だったりとかを強化するっていう意味ではやっぱり今までスカウトをやってて人脈もあるしっていうところではやっぱり強みかなと思うので、そういうところは還元したいなと思うし、あとはまあさっき大吾がね、平日は仕事があってなかなか集まれないって言ってたけど、ティアモの選手はおかげさまでスポンサー様の会社で働かせてもらってる選手が結構多いので、時間を考慮していただいたりとかっていうので毎日練習をできてるっていう、うん、なのでその仕事と練習のバランスっていうのを基本的には、まあ、自分のね仕事がなければ基本的にグラウンドに足を運んで選手の表情を見たりだとか、だったら、練習のストレスを仕事場に
持ち込んだら困るし、そういうところでやっぱり選手の表情は見てあげたいなっていうことは思ってますね。なるほど、もう GM ならではのこう目線ですね今の。石上がストレス溜まってんなって思うんですよもう。いや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 。ですよ。石上さんストレス溜まってらっしゃるんですか？ストレスは全然ないです。もう GM がすごいケアしてくれるんで。ケア上手。顔を作って言ってるんですけど、顔見ずにずっとなんかこんなやってるんですよね。顔見ずに？どういうことですか？なんかあの選手があのポゼッションとかボール回しやるところに僕があの噴霧器みたいなの農薬撒くやつで水撒いてるんですその施設にあれがないので水撒くやつがスプリンクラーがないので、はいはい、僕がずっと次のトレーニングのところに撒いてるんです。なるほど、ストレスなくサッカーできてますそういうことね。もう、マキさん、何でも屋さんですね、本当に。何でも屋さんです、本当に。なるほど。ありがとうございます。石上選手、いかがですか？求められてることを。求められてることを。はい。昇格するっていうところだと思います。そこにいかに貢献できるかだと思います。だからまあ、今までいたいろんなチームでは、こう、じゃあ若手に何かこう、伝えるとか、ベテランとしてとかっていうところもあったと思うんですけど、まあ、もちろんそこは意識してますけど、僕より全然経験もあって年齢も上な選手がいるので、多いよね、むしろちょっと若手とそこの間に入るぐらいの立ち位置なのかなと思いつつ、まあでもいろいろなそのプレー中で伝えれることだったりは伝えながらやっていって、チームとして力をアップして昇格に貢献したいなと思います。はい、ありがとうございます。渡辺選手いかがでしょうか。はい、まあうちのチームはプロ経験者が、まあ、少なくて何人かいるんですけれども、やっぱりプロとしての経験っていう部分を一番チームに還元してほしいっていうのは言われてる。まあ1点の重みとか一つ一つのプレーの重みで言うと、まあプロの方が重みはやっぱりあると思うんですけど、まあ、どうしてもミスがすごく多くなってくる中でどうやってミスしないように、プレーするのかとか、まあ、それは攻撃だけじゃなくて、守備の時の考え方とかっていう部分は、まあ、監督が外から言う部分でやっぱり遅くなったりもするんで、まあ、中で自分がこう率先してそういう指示とか声かけとか、あとはまあ意識を変えるっていう部分はやっていきたいなと思ってますし、まあ、今年何人か経験者が入ったので、まあ、そういう選手とも協力し合いながら、あの在籍した選手と今までいた選手とともにあのチームをこういい方向に持っていけたらなっていうふうには思ってます。はい、はい、ありがとうございます。もうピッチ上の監督ですね、まさにピッチ上の GM かもしれないですねみんながいじってんのかはい、ありがとうございます。すみません、じゃあそれ続いてのご質問に移れればと思っております。すみません、先ほどにあった話題ですね、お仕事につ現状のこう平日のお仕事について教えてくださいというような。電波があるぞ。あ、石上さんまた止まってますね。石上さんだけですよね、止まってんの今。はい。あ、カムヤ、やばいよ。どうですか、大丈夫ですか。あ、今戻りました。放送事故、放送事故責任問題あ、ちょっと電波悪いですねでも石上さんのあのフリーズするとき必ず決まって笑顔のときなんですよ。満遍の笑みのとき。そうそう、このとき今このタイミングで。またなっちゃう、またなっちゃう、またなっちゃう、またなっちゃう。はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問ですね、平日のお仕事について教えてくださいというところです。はい、じゃあこれはあのマキさん大取りでいきましょうか。お、はい、じゃあ、まず、渡辺選手の方からじゃあお願いします。はい、自分は今あの
クラブのスポンサーもやってるんですけれども、リスタンダード株式会社という会社で、まあ、学生さんのキャリア支援だったり就活のお手伝いだったり、まあ、中途の、採用なんかに携わらせてもらってる会社で、まあ、ブランディングアンバサダーという立場で、お仕事をさせていただいてます。まあ、主に学生さんたちに対してのセミナー、自分がプロとしての、経験を、まあ、サッカーを通じてそのサッカー出たものを社会の中でどうやって転用 して、活かせるのかっていう部分を伝えたりっていうところが今主にやってる部分で、まあ、コロナの影響で、まあ、在宅が続いてたりとか、ちょっと仕事が今こうなかなか思うように進まない状況ですので、もどかしい気持ちがあるんですけれども、まあ、今はそういうことを やらせてもらってます。はい、はい、ありがとうございます。ではすみません、続きまして、石上選手お願いいたします。右にちらっと映ってますね。あ、はい、僕は午前中ティアムの練習があるのでティアムで練習して、で練習後食事をとってから、今ちょっとここに映っているレイボーラというサイト、サッカーのサイトなんですけど、そこを、運営してます。なんか主に、そのサイトの方で出てもらえる、チームの広報の方と連絡を取り合ったり、まあ、直接お願いできる選手にこういう企画に出てもらえないかっていう話を少ししたりとか、そういった面が多いですね。あとはまあサイト自体もこう常々いろいろなところをリニューアルしているので、そういった部分でのやり取りをサイトのこう開発してもらった方と、やり取りをして、微調整しています。はい、ありがとうございます。ではすみません、最後、何でも屋の牧 GM お願いします。平日は、とにかく腹筋と背筋、そしてスクワットやっぱり見られる仕事なので。いやいやいや、選手選手みたいな違うか、腹筋と背筋とスクワットやってる人の体つきじゃないんだよ。すいません、すいません、もう脱線ばっかりですいません。今日はちょっとフランクにってことなんでですね。そうですね、はい、テーマはフランクになんで、まあ、平日はさっきもね、ちょっと話出ましたけど、可能な限りはグラウンドに、水巻き選手の表情とか、立ち振る舞いを。水巻きね。え？水巻きね。そう、水巻きないと、選手がこう、ボールがこう滑らないとか、ちょっとクレームが来るから。まあ、その本当に水巻きをやったりとか、まあ、できることは何でもしようと思ってるんですけど、まあ、僕もね、GM は初めてだし、まあ、それ以外でも営業に行かなきゃいけなかったりだとか、資料の作成だったりとかいうところは主に、まあ、事務所に来たらそういうところで、ね、しっかり準備をできるようにはしてますね。広報の誰々の取材とか広報のところも、まあ、僕に、ね、繋いでもらって繋げたりとかっていうのもしますし、まあ、そういう意味では本当に何でもやですね。ティアモに来ての最初の仕事は事務所のテーブルとかをIKEA で買ってきたやつを組み立てるっていうのが最初の仕事でした。なるほど。本当に何でもやですね。はい。まあでも本当その覚悟で来てるので、何でもやらなきゃいけないっていう覚悟で来てるので、あんだよ、GM ってこういう仕事じゃねえよとかじゃなくて、まあ何でももうやったりますよっていう。感覚でやってます。ありがとうございます。本当に素晴らしい心意気だと思います。はい。じゃあ、すみません。続いての質問に移れればと思います。セカンドキャリアについてですね、セカンドキャリア、お三方でサードキャリアになるんですかね。現役時代でやっておけばよかったなとか、やっておいてよかったなとか、思うことについて、ありましたらお願いします。これはじゃあ、牧さんからいきましょうか。まあ、現役時代にね、やっといてよかったなって思うのは、まあ、みんなそうだと思うけど、人とのつながりっていうのは僕はね、引退してからすごく感じるし、人を大切にしてたらね、こんだけ
こうみんなが協力してくれるんだっていうのはすごく感じてるので、ね、今の選手とかにはすごく伝えたいかなと。何かを始めようとか何かをするっていう時は、ね、やっぱり周りの人の協力は絶対必要不可欠だし、まあ、そういう意味では現役時代にやっといてよかったっていうのは、まあ、コミュニケーション能力は高い方だと思うので、うん、それはすごく思いますね。まあ、あとは、ね、実際こうサッカーを一回離れた時期もあったんですけど、まあ、そういう時期にまあ自分でねこう店を持ったりとかもしましたけど、まあ、やっぱりねサッカーってすごくいいものだっていうのは感じさせてくれたので、またサッカー界に戻りたいなっていうのは思ったので、まあね、一回離れてみても、ね、自分の足でこう立ってみて初めて気づけたことかなと思います。はい、ありがとうございます。石上さんいかがですか。えこれあれでしたっけ、やっとけばよかったことですか。そうですね、やっといてよかったなとか、やっとけばよかったなっていうところですね。ああ、いろいろとこう離れてから振り返ってでもいいってことですね。はい、まあ、僕もその本当に今勇気が言ったように人とのつながりっていうところは本当にいろんな人とこうつながっていろんな人とこう接してきていろんな話を聞かせてもらいましたし、すごい本当人との出会いっていうのはすごい良かったなと思います。特に移籍も多かったので、いろんな地域に行っていろんな選手だったりいろんな地元の方とこう本当よくしてもらって、本当にその経験っていうのはやっぱり旅行で行くのと住むのってのは全然違うので、そのいろいろな土地土地に住めたことはすごい良かったですね。今こうやってサッカーサイトをやる上でもいろんなチームでの後輩だったり先輩がいろいろ協力してくれる部分はすごいありますし、そこをこう一声かけて協力してくれるっていうのはすごいありがたいので、もうすごい感謝しています。はい、はい、ありがとうございます。渡辺選手最後いかがですか。はい、まあ、自分は、まあ、引退した後になんかこういうことやりたいなとか漠然と思ってたことがあったんですけど、まあ、実際に引退してみてそれがじゃあできるかってなった時にやっぱりそのやる能力はなくて、まあ、もっと現役時代で、まあ、隙間時間とかこうちょっとセカンドキャリアについて自己分析だったり深掘りして考えてみるっていうところは、まあ、もう少しやってればよかったなっていうのはすごく感じてる部分はあります。今お二人が言ったその人を大切にするとかつながりっていう部分は、まあ、自分もまあ、いろんな方とお会いさせてもらって今でもたくさんの方とつながりがあるんですけれども、自分が進むべき道をもう少し明確にできてたら、そっちの方でこう誰かとこうつながれないかなとか、そういったアクションがもうちょっとできたんじゃないかなっていうふうには感じてますね。なんかそのプレーしてる時にその自分の次に進む道をこう決めるのってなかなか難しいかなです。そう、ね、ね、そのバランスもあるよね。なんかね、まず多分今こういう、まあ、これを見てる選手がいたとしたら、うん、でもまあ、まず自分が何がやりたいか分かりませんって人は多分ほとんどだと思うから、うんうんうん、ね、それをもし現役中に決めれてたら本当にもっとすごいいいことだと思うんですけど、なんかちっちゃい時からサッカーやってきたからそれ以外でやりたいことって多分なかなか見つからないと思うんだけど、意味があるかも分からないというか、うん、もう少しなんかサッカー選手ってやっぱりこう特殊な世界で生きててこう、まあ、関わる人たちもちょっとこう、まあ、言ってみればちょっと狭い中でのつながりになっちゃうと思うんで、まあ、もう少し視野を広げてみることでこんな広い世界がこうあるんだなっていうのを知るだけでも多分身の振りが変わってくるかなっていうのはすごく思うかなと思います。はい、ありがとうございます。ただお三方と もう共通して、まあ、横のつながりだったり人とのコミュニケーションも大切さっていうところを挙げていただきました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問に行かせていただければと思います。もうあっという間に45分経ってますね。ちょっと尺が足りないから盛り上がりすぎてますね。5セットいける、5セット。5セット。5週連続ね。5
週連続一回か。おい、名古屋。乗っ取ろうとしてるね。いや。例のね。そうだね。俺らでね、このコーナーね。俺らでこのコーナー引き受けちゃいますかと。俺、この役やるわ。これね。じゃあ MC が GM で。MC じゃ俺やるわ。GM でいきましょう。はい、1個でいいから、それずっと広げるから。だから、ね、確かにちょっと今、質問ばっかりすぎて、なんか広げれずに終わってるところはあると思う。ちょっとなんかこう、質問をもっと広げれるのになっていうところはあります、正直。全然、そうですね、あの、広げていただいて大丈夫ですけども、尺の問題も、そろそろこうロスタイムに刺され、もう今、試合でいうとこう80分経過してるぐらいですね。あでもね、ロスタイムね、あるんだったら、また次回。そうですね。全然。MC 買っちゃってますけど。はい。いや、でも、そうなんですよ。1時間で収まりきらないぐらいの、こうかなり濃い内容を今、繰り広げていっていただいてるのは事実かなと思います。僕自身も、本当はもっともっと拾いたい部分はあるのになと思いながら、今、僭越ながら MC させていただいております。はい。じゃあ、続いての質問に行きましょうか。はい、ズバリ社会人リーグの魅力というような、テーマですね。はい、現在こう社会人リーグを目指しているとか検討している、まあ、現役高校生とか大学生とか、あとは、先ほど石上さんもおっしゃってましたけども、こう現役のプロ選手とか、まあ、元プロ選手に対して何かメッセージをいただければなと思いました。そうしましたら、じゃあ石上さんからいきましょうか。社会人サッカーの魅力、はい、まあ、プレーする側からすると、僕はその丸安岡崎 FC ティアモっていうチームに2チームこう在籍して、本当にまずそれまで僕自身もそうですし、サッカーしかしない1日というか、サッカーのことだけを考えてサッカーの練習のために、サッカーで勝つためにっていう生活ですけど、社会人リーグになるとみんなやっぱりこう仕事を持っていたりするので、まあ、マルヤスでは僕はまあプロ契約だったので違ったんですけど、半分ぐらいは社員選手がいて、みんな朝から朝の8時9時から夕方5時6時まで働いて、それから夜練習で週末試合っていうのをやっていたんですけど、その時にその選手たちのやっぱりサッカーにかける気持ちの強さだったり、仕事もあるけどその疲れだったりを見せずに練習とか試合に取り組む姿勢をこう一緒にプレーできたのがすごい僕の中で財産になっていて、で今こうティアモに来て仕事をしながらサッカーをするっていう上でも、なんかあの時の仲間たちは結構頑張ってたし、俺も頑張らなきゃなと思いますし、今ティアモでプレーしている選手たちもみんなスポンサー企業様でこう働かせていただいたり、指導をしてとか、育成組織にいたりとか、いろんなみんな仕事を持ちながらプレーしてるんですけど、やっぱり練習中だったり試合でのパフォーマンスは高いですし、気持ちも強いので、それを感じ取れてるのは今すごい僕のサッカー人生ではすごいプラスになってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、牧さんいかがですか、この点に関しては。やっぱりその社会人サッカーっていうのは、ね、すごく仕事をしながらサッカーをしていくっていうのはすごく覚悟もいるし、ね、すごい素晴らしい決断だと思うんですよ。実際今回のその補強に関しても、J リーグをクビになった選手、次のチームを探している選手にオファー出した時に、やっぱり仕事をしながらっていうのはこうネックになるところもあります。だけどこう、 うちのチームのコンセプトというか思いというのは、やっぱりね、うちのチームでサッカーするには絶対仕事をしましょうと。それは誰であってもこう例外がなくて、そのセカンドキャリアのところも見せての話なんですけど、そういう交渉を実際してます。でそれは何でかっていうと、やっぱりこうセカンドキャリア、まあサッカーが終わった後に困らないこう人間であってほしい。選手、今でいうね、野沢だったり二川だったりっていうのも、二川だったらアカデミーの選手を指導してくれたりとか、
野沢だったら高校生を要したりとかっていうので、やっぱりね、今の J リーグはどんだけこうキャリアを重ねてても、言ったらキャリアが終わったら、じゃあもう一回鹿島だったら鹿島のスクールからやりましょうとか、じゃなくて現役時代に、ね、ある程度の指導の実績があれば、いや例えば引退したい時に、じゃあ鹿島で、ユースの監督やってくれよとか、ガンバでユースの監督やってくれよ、トップのコーチやってくれよっていうふうにすんなりこういけるように今こうやりましょうよっていう思いがあって、まあ、小川良純監督も、あれだけこう J リーグでやってきた選手だから、ライセンスは無視して、とにかくあの J リーグじゃないけど一つのサッカーチームをあのポンと預けても、これだけのチームを作れるんだぞっていうのを日本のサッカー界に知らしめたいというか、ね、経験がある選手がこんだけできるんだぞっていうのをこのチームでやっぱり見せたいなっていう、そういう思いが強いので、ね、そういう交渉をしてます。いや、素晴らしい。ちょっと熱くなっちゃいました。まあ、現役の、ね、大学生とか高校生に関してはあのステップアップの場に使ってほしいなと。言ったら社会人リーグですけど、やっぱり活躍したら僕もあの人脈もありますし、自分のチームにいい選手がいれば、お前は絶対 J のトップでやるべきだというふうにやっぱりアピールをしてあげたいと思うし、で、ティアモから羽ばたいていった選手がいれば、絶対またいい選手がティアモに入ってくれると思うので、まあ、そういういい循環ができればいいなっていう思いもあります。はい、ありがとうございます。もう今 GM の顔になってますね。ありがとうございます。熱い。あと50分だけもらっていいですか？すごい長いロスタイムですね。はい、すいません、長くなっちゃいました。大丈夫です。渡辺選手いかがでしょう？はい、まあ、あの小さい頃からずっとサッカーをあの続けてきたと思うんで、まあ、仮にプロになれなかったからといってそこですぐ辞めるっていうことを決断をする必要はないと思いますし、まあ、仕事をしながらもサッカーをやるっていうその覚悟の部分だったり、バランスを取ったり、両立するっていうところは必ず自身の、成長につながると思います。まあ、仕事だけのコミュニティじゃなくて、まあ、サッカーチームでのコミュニティを持つことで、まあ、それがあの自身の仕事につながったりとか、またあの人とのつながりっていうふうに、まあ、なると思いますね。で、あのこうちょっと余談になってしまうんですけれども、あの5月末にその神奈川県一部に所属しているチームの、監督さんのその対談みたいなのがあったんですけど、その時に、まあ、一人の監督さんがなんで品川市ってそんなに選手取れるのっていう質問をされてたんですね。でそこであのうちのチームの一つ強みとして、まあ、さっき牧も言ってましたけど、まあ、サッカーもしながらその次セカンドキャリアに対しての準備期間っていうふうに言ってたと思ってて、でまさに自分のチームはその 1.5 キャリアっていう部分を、体現してて、まあ、サッカーを一つのこうツールとして、一人の人間としてキャリアを強くしていって、まあ、サッカーを本当にやめた時にちゃんと一人で食べていけるような、キャリアを作っていこうっていうところがあって、まあ、そこに惹かれて、入ってくる大学生なんかもすごく多いのかなっていうふうに自分は思っているので、まあ、そこはあのチームとしての取り組みがすごく、結果として現れてるなっていうふうに思うので、まあ、そこを体現する、まあ、ロールモデルとして自分もあのやっていきたいなっていう思いでいます。はい、熱くなっちゃいました。はい、最後、はい、最後 1.5 キャリア使わせてもらいます。どうぞ。いや、いいワードだと思います、本当に。はい。その選手たちはどういうところで働いてるんですか？スポンサー企業とかではなく、全く自分で別で働いてたりするんですか？全く別で働いてたりするんで、なんで、そのさっきの話でも、今日ちょっと仕事が長引いてこれませんとか、やっぱり一番はその仕事でキャリアを強くしていくっていうところがあの一番だと思ってて、まあその、
プロサッカー選手でも必ず現役引退は来ると思うんですけど、こうサッカーが全てになってしまうと、こうそれがなくなった時に、すごく困ると思うんですよ。なのでサッカーはあくまで手段であって目的ではないっていうところは考え方なので、まあ、サッカー選手も実際はそうなのかなと思います。なんか自分たちはちっちゃい時から一生懸命やってきて、その延長線上でサッカー選手になれたと思うんですけど、まあ、それが全てではなくて、まあ、その稼ぎを得るための職業の一つに過ぎないなっていうのは引退してからすごく感じてるので、まあ、そこは今の現役選手にもすごく伝えていきたい部分ではあります。はい、ありがとうございます。本当にもう今のセリフなんかは現役のサッカー選手全員に届いてほしいようなメッセージになってるんじゃないかなと思っております。最後、はい、ケアマンかなんか狙ってる？ギクないないないです。はい、いいお話でした。もうそんなこんなでもう後半90分に差し掛かろうとしてます。もうロスタイムちょっとだけ取ります。すごい面白くて、話題がすごい膨れ上がってしまっているので、ロスタイムはちょっとふざけたロスタイムを取ろうかなと思ってます。待ってました。はい、はい、じゃあ、続いての質問に移れればと思います。はい、現役時代のサポーターの方々に向けて何かメッセージがあればお願いいたします。じゃあ、ふざけてない、結構ちゃんとした話じゃん。ちゃんとした質問。ちゃんと質問です。はい。質問はちゃんとした質問を。ああ。すみません。はい。そしたらじゃあ、石上選手からお願いします。サポーターへ向けてです。はい。まあ、僕はこう、まあ、本当、いろんなチームに行ってきて、僕個人をこう応援してくれているサポーターの方も何人かいるので、そういう方は本当に、転々とするチームの中でその土地土地にこう応援しに来てくれたりしてくれましたし、今でもこう応援してくれているので、本当にチームではなく個人を応援してくれているサポーターの人っていうのはすごいありがたいなと、年を取れば年を取るほど思いますね。でプラスしていろんなチームに行った際にそこのサポーターの人にはすごい応援してもらえて、でこう、まあ、違うチームに移籍してから試合で訪れた時にこう、話したり、まあ、挨拶したりゴール裏に挨拶しに行った時にすごい温かくこうその当時の僕の応援の歌とかもこう歌ってくれたり、本当すごいなんかこのチームに所属して、まあ、移籍しちゃったけど、そこのチームに所属できてよかったなって思う経験は何度もしてきたんで、個人的に応援してくれた人たちもそうですし、所属していた選手として応援してくれた選手も、サポーターも本当にこう現役を続けてきて、そういった存在がいてくれたのはすごいありがたいなと思っています。はい、ありがとうございます。牧さん、いかがですか？はい、僕は名古屋と湘南の2チームしか在籍はしてませんけど、そのね、2チームで一緒に戦った石上尚弥と、名古屋の時は大川良純は今監督として、まあその2人ともう一回ねこうやって同じチームでサッカーに携わっていけてるっていうのですごくね感謝もしてるし、そういう縁がまたこういうことになってるんだなっていうのをすごく感じるので、今はやっぱりピアモ平方に僕らはね在籍してるので、だいぶひいき目に現役時代の皆さん、サポーターの皆さん、ピアモ応援してください。はい、いろいろ違った角度でね社会人サッカーの魅力とかも伝えていけると思う、うん、まあこういうねツールもそうですし、こういうのにもね積極的に出て魅力を伝えていきたいなと思うし、何よりね JFL 昇格を目指してやってるので、そういう、ね、僕らの思いっていうのも感じていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。渡辺選手、いかがでしょう？はい、まあ、今はSNS とかネットを通じていろんな情報を得られると思うんですけど、まあ、自分もいろいろと発信していきたいなと思ってますし、現役時代自分のことを個人として応援してくれてるサポーターやファンの方々も、たくさんいて、まあ、今でもつながりがあったりしてるので、
まあ、そういう方たちを大切にしていきたいなと思ってますし、まあ、現役の選手はやっぱりそのサポーターの皆さん、当たり前ですけどファンの皆さんもすごく大切にしてほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、すみません、あまりこう触れられてなかったんですけども、あのプレイヤーの方にいただいているコメントをいくつか拾えればなと思います。2つほどピックアップさせてください。1つ、試合以外のところで選手同士のコミュニケーションって取ること多いんでしょうかというような質問が来ております。実際に試合以外の選手同士のコミュニケーションってありますか？ある方、何かこうご意見をいただければと思います。試合以外、練習とか試合以外ってことですよね。そうですね。ああ、じゃあ僕、はい、いいですか。はい、まあ、あの仲のいい選手同士は普通に絶えもない多分プライベートで連絡取ったりとかしてる選手もいますし、実際自分も連絡したりしますし、逆にその仕事の部分で、一緒になることもあるので、まあ、そこはこう、うん、まあ、チームによるとは思うんですけど、社会人サッカーでだからこそなのかなという部分は思います。はい、ありがとうございます。お二人どうですか？試合じゃないの？石上選手お願いします。僕ですか？いや、僕は結構食事に行くの好きなので、まあ、そういう選手と行きたいんですけど、まあ、移籍してきてちょっとしたらもうすぐこう自粛期間になってしまったので、まだなかなかコミュニケーションは取れないですけど、でもその分なんか練習場での話したりとか、そういうところではこういろいろ話せますし、そういうところでは取ってますね。これからもっと、時間を見つけてみんなといろんなコミュニケーションを取っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、でもそうですね、まあ、自粛期間も開けておりますので、多分これからまあ少しずつですけど、多分食事の機会とかも増えていくんじゃないかなと思ってます。牧さん、あります？なんか。いや、あの試合以外でのところだったら、まあ、みんなもう見ててすごく仲いいし、僕らが元気やってた時から選手同士はすごく、ね、仲良くて、ね、いろんな、ね、ピッチ外のところでもコミュニケーションを取ってこう信頼関係を結んでいくっていうところも多いので、そういうのは多いと思います。シンプルに。はい、ありがとうございます。じゃあすみません、そろそろ番組の締めに入らさせていただければなと思うんですけど、すみません、時間が全然足らずに。はい、あのセカンドレグどこかでやりましょう。お願いします。すぐやりましょう。はい、そしたら、お三方から、今年の抱負について、お伺いしたいなと思っております。そしたら、じゃあ牧師からお願いいたします。はい、まあ、コロナの影響でこう思うようなシーズンが、ね、遅れてないのは現状ですが、まあ、これから、ね、レギュレーションとかどうなるかもわからないし、厳しいレギュレーションにはなってくると思うんですけど、まあ、その中でも常にもう笑顔を忘れずに、ね、みんなにこう寄り添っていけたらなと思うし、その中でチームが目標としている JFL 昇格に向けて、まあ、選手が気持ちよくサッカーをするだったりとか、チームがうまく回っていけるように、まあ、僕がしっかりサポートしていけたらなと。まあ、もちろん、ね、いろんな人の助けは必要ですけど、みんなで一つの玉になってやっていけたらなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとう。はい。石上選手いかがですか？まあ、今ゆうきも言ってくれたんですけど、いろんなレギュレーションになってきて試合数は多分少なくなると思うので、まあ、今しっかり準備して、開幕から多分スタートダッシュをしっかり切っていかないと取りこぼせないっていうリーグだったり、この今シーズンだと思うので、しっかりスタートダッシュを切ってそのままJFL 昇格までしっかり突っ走っていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。渡辺選手いかがでしょう？
はい、自分たちも、リーグ戦再開に向けて、まあ、まだ開幕してないんですけれども開幕に向けてようやく目処が立ちそうな感じです。で改めてやっぱりみんなグラウンドに来てサッカーができる喜びを感じてますし、今はフィジカル中心のメニューできついメニューも多いんですけれども、この前もみんなで盛り上げながら練習ができてて、まあ、試合に向けてみんなで一生懸命やれてると思います。でやっぱりスタッフの皆さんの、サポートっていうのはすごく感じてるので、まあ、自分たちはやっぱりリーグ戦で優勝して関東社会人サッカー大会で優勝して関東2部に上がることが一番の恩返しになるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、その目標を達成できるようにチーム一丸となって、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張れ。ありがとう。頑張れ。お互いに頑張ろう。頑張りましょう。当たることはないですか、ここの両チームは。大会とかではカテゴリーが違うから。そうですね、多分なさ、秘訣とかでも当たらへんの。ないね。天皇杯、天皇杯可能性があるとすれば、天皇杯はうちらはもう負けちゃったので、もう予選ね、予選で。なるほどなるほど。あ、ないです。今年はないです。来年以降に行きたいですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。では、一番最後ですね、各チームの、告知 PR の時間を、に使っていただければと思うんですけども、ここで1点、お知らせがございまして、プレイヤーと、FC ティアモ枚方の方で、まあ、コラボ企画としまして、今絶賛チームの、サポート機能というところを、解説させていただきました。この後配信の最後にですね、そちらのリンクの方を、貼らさせていただきますので、FC ティアモ枚方の方に、ぜひぜひ、ご支援の方よろしくお願いいたしますというところをプレイヤーから、告知をさせていただきます。はい、では、マキさんよろしくお願いします。え、チームの PR です。 PR です。はい、アピールポイントがあれば。あ、ユリ、こっちじゃないぞ、こっち。はい、特にヘディングでお願いします。はい、僕も今年から来てみて、実際選手のクオリティだったりとかチームの雰囲気を見て、すごくこう来る前に感じてたクオリティより ものすごく高いなっていうのは実際に感じてるし、見てて多分すごく面白いチームだと思うので、これから先ずっとこうファンになっていただけるようなサッカーを頑張ってやって、魅力的なチームを頑張って作っていくので、ぜひずっとティアモをひいき目に応援してください。あと、はい、YouTube とかそういうところでもコロナの期間がね、逆にこうプラスになるように選手にもすごく協力をしてもらって、YouTube でも面白いことをねやろうっていうふうにやっているので、 YouTube チャンネルもぜひ登録お願いします。はい、ありがとうございます。本来これが YouTube での配信であればチャンネル登録こちらってできたんですけども、はい、やってください、やってください、やってください。やってください。こちら。はい、ありがとうございます。石上選手、最後、チームの PR お願いします。チームとしてはもう本当 GM の牧が今言ってくれたように、しか昇格に向けて頑張っていきますし、これを見ていてくれてるサポーターの方々と、一丸となって頑張っていきたいと思います。あとは、まあ、今レイボーラというこのサイトもやっているので、よかったらチェックしていただければと思います。ティアモの選手も、出ていますし、他にもいろんな選手が出ているので、サッカーの情報としては面白いものがあると思います。まあ、あと、レイボーラ i っていう機能がありまして、話題ですね今。はい、話題ですね。使うと今スカウティングすることができないと思うので、チームの方が、選手を見ることができないし、選手は見てもらうことができないので、それを、見たいチームが選手を見れるように、選手が動画をアップするっていう機能があるコーナーがレイボーラ i としてあるので、ぜひチェックしていただけたら
いろんな選手が見れます。なおかつ、まあ、これを見ている選手がいれば、登録してもらえれば次のステップに進むのに少しでもきっかけになるかなと思いますし、チームの方はもし見ていれば、もしこれを見ている GM の方とかいればよかったらレイボーライアチェックしてください。今のあれ今年の抱負やから。あ、うん、あもうレイボーライに肩入っちゃってるから言わなかった。今年の抱負抱負告知じゃなかったでしょうっけ。告知違います。大丈夫だよ、大丈夫。今回やってたから。あの、パネリングの車まで。はい。ありがとうございます。すいません。では、すいません。大取り、最後、渡辺選手、お願いします。はい。まあ、さっきもちょっとお話しさせてもらったんですけれども、うちのチームは、その 1.5 キャリアっていう部分で、サポート、できるクラブでもありますし、まあ、学生の皆さんは今後どうやって就活したらいいのかとか、キャリアどうやって積んでいこうっていう部分ですごく悩んでる人も多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそんな中で自分たちはお手伝いできますし、まあ、もちろんサッカーもすごく一生懸命やってて、両輪走らせるのは大変だと思うんですけれども、それをやることで自身の成長につながると思います。今ちょっと大問いでちょっと飛んじゃったんですけど、うん、そうですね、もう終わる？いやダメこれは良くない珍しいですね、大悟さん。はい、いやちょっとなんかいろいろと、マッキーと石上君の話聞いてたら、何喋ろうかなってずっと思ってたんですけど、まあでもそこがチームの一つ強みでもあるので、あとそうです、思い出しました。すいません。スポーツ業界とか、クラブ運営とかに多分興味ある人とかもたくさんいると思うんですけれども、まあ、候補の仕事だったり、トレーナーの仕事だったり、今栄養士さんがいたりとか、いろんなこうスタッフさんがうちのチームにはいて、学びがすごくあると思うので、まあ、興味ある方はぜひ、見学でもいいので一度練習にでも試合にでも足を運んでもらえたらと思います。はい、はい、すいません途中で止まっちゃいました。大丈夫です。普通になんか他のこう地域リーグのチームとかと違う感じだからすごい気になりますよね、なんか、うん、この1時間話聞いてて。なんか色が多分それぞれチームのカラーがあるなっていうのは、はい、感じるんで、まあ、すごい新たな発見になって面白いですね。なんかもっとこういろいろ話聞きたかったなと思ったんですけど、もう時間なんです。そうですね。あ、これ見てさ、こんな変なチームがいるチーム行きたくないってなったらどうしよう。いやでもキャラクター的には、かなり大きなインパクトを残したんじゃないですかね。大悟だったらどう来たい？まあ、俺はもう高校1年生の時から知ってるからね。同じクラスだったし。へえ。はい。まあまあ一緒におったよな。一緒にいた。ずっと一緒にいたね。うん、休み時間とかもね。もう少し見たいわ。じゃあ国見でもう一回やりますか。名古屋もう大丈夫だ。いや、俺結構国見の話知ってるから大丈夫。いける。コウスケに聞いてるから、いっぱい。タヌキヤンは知ってるもんね。タヌキヤンは知ってるし。吉田さんとかちょっと呼ぼうよ。最近よくテレビ出てるから。本当。そうですね、もう 国見会をぜひ、まあ、その時はMC はマキさんにお任せするんで。MC 石上がやりますんで。そうなの。第三者の方がこう知らないことを聞きやすいと思うんですよね。やる気満々やん。否定せず。これ時間大丈夫ですか？はい。いや、ありがとうございます。幻のアディショナルタイム15分に差し掛かろうとしているので、そろそろ番組の方を決めさせていただければと思います。あ、ちなみに、プレイヤーの方で、石上さん あのレイボーラの方のリンクを貼らせていただいております。本当ですか？本当ありがとうございます。ありがとうございます。いただければと。本当だ。めちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というところですね。はい、では、締めさせていただければと思います。
はい、プレイヤートークサッカーは、毎週火曜木曜の夜、19時30分から、20時30分の、1時間配信を続けてまいります。ゲスト出演してみたいサッカー選手だったりだとか、チームの魅力をオンラインで発信していきたい、チーム関係者の皆様、絶賛大募集中でございますので、この後表示する、プレイヤーのリンクの方にどしどしとご連絡の方をいただければなと、思っております。はい、では、次回の後半戦の配信日とか伝えなくて大丈夫ですか？そうですね、もうこの後早急にこう楽屋裏に戻って日程の方調整させていただければと思いますのでぜひぜひセカンドレグも楽しみにお待ちいただければなと思っております。はい、というところで、1時間、15分ですかね、長丁場の配信にはなりましたが、お三方本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちゃんと仕事やってます。はい、では来たるセカンドレグで会いましょう。さようなら。ありがとうございます。